阪神の森下翔太外野手は18日、甲子園で行われたセリーグのクライマックスシリーズ広島戦で同点弾を放った。3番右翼で先発出場すると、4回に栗のスライダーを完璧に捉えた。打ち直しきたー。取り返しおったう。全阪神ファンが泣いた森下神すぎる。シリーズ男確定や。フル感から打てるのさすがですわ。大山でも佐藤でもできない。ほんますごいルーキーやな。もうこれ阪神の秘宝だろ。チェンジアップか会心の一撃やったな。これはお祭り男。お祭り男森下だけか先輩もルーキーに続けや。いいところでしか打たない男。あかん CS の巻き越えてしまう。完全に一年目大山パターンやん森下。さっきのエラー帳消しや。やっぱ森下やな。森下だけ飲まれてないもんな。これが若さよ。こいつやっぱ大物やわ。新人王、見つかる。森下だけがいつも通りにやってる偉い偉い。失投に連発2度目はしっかり仕留めたな。プレッシャーに強いのかバット触れてんのよな。ありがとう本当にありがとう。なんやこのチーム、めっちゃ強いやんけ。スーパールーキーやんけ。ええの取ったわ。よっしゃ勝ったな。栗はなんであんな急投げたん。スリ球全部見逃されたから。ほんまに取り返しよったすげえなこいつ。打ち直しができるとは大したもんや。シーズン途中くらいから怖い打者になってたよね。こういうルーキー欲しい。これがドライチ、これが即戦力、これが育成。